はい皆さんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショが今日は東京強い揺れに襲われるをお送りいたしますよろしくお願いしますまあ、震度4ということで朝っぱらからねまあ8時59分ですか変な時間ですよねまああの大きい揺れに襲われました東京です東京湾震源ですまあマグニチュードがまあ,あのちょっと あの情報機関によって違うんですが、まあ、4.8から5.3の間ということですね。まあ、大体5ぐらいでしょう。マグニチュード5。で、まあ、震源の深さ80キロ。ちょうどね、あの首都圏の、まあ、東京の下に、ね、小さいプレートがあるんですけど、そのプレートの深さの下の底の部分ですね。あのちょうど80キロぐらい。70キロから80キロと言われている。 だから大きい、まあ、まあ、洋館のね、四角い塊みたいなのがあるんですよ。プレート、独立プレートがね。これはあの、最近発見されたものなんですよ。で、そのプレートが、まあ、一部、東側ですよね。東京湾の東寄りなので。で、そこがガガンと、まあ、ずれたってことですね。まあ、跳ね上がって、あの、太平洋プレートに、なんていうんですかね、引きずられて潜り込んでるんですよ。でそれが跳ね上がるっていうのが周期的なもので、 それが、まあ、1923年9月1日も起きたんですけども、まあ、なんかこう、じわじわと、まあ、起きるんでしょう。まあ、それが、あの、本当のね、あの、2回目の、ね、関東第一震源祭なのか、まあ、どうなのか、ちょっとわからないですよ。まあ、でも、首都圏直下ですよね。まあ、起きるでしょう。これからね。まあ、ただ、ね、いつ起きるって、私、あの、予言者じゃないんでね、わかりませんけれども、まあ、近いということですよ。 で、まあ、あの、珍しいんですよ。あの、震度4、東京湾震源。うん、まあ、滅多にないですね。うん、まあ、震度4以上が8ヶ月ぶりで、東京湾のその震源もかなり珍しくて、あの、マグニチュード5っていうのはなかなかないですよ。うんまあ、最近見ないですね。東京湾震源でね。それほど大きいものはね。ということは地下で何か起きている。まあ、石川県でありましたから、元旦にね。 まあ、あの、その影響っていうか、まあ、あれが全身なんでしょうね。で、今日のも全身で、全身っていうのは前の震えるって書いて全身ですね。まあ、全身、全身と来て、あと2回、3回くらい全身があって、まあ、本心になるんじゃないですかね。まあ、いきなりね、あの、今日の夜来るとかね、明日来るってのは多分ないと思いますけれどまあ、なんだかんだ言っても、2024年の中で来るんじゃないかと思いますよ。で、 まあ世の中ね、まあいろんな人がいて、考えいい人っているんですよ。で、あの無意識っていうかね、潜在意識の中で、まあ感じ取ってですよ。いや、これから大きい揺れが来るんだなっていうのを、自分の頭じゃなくてね、ハートとか心の中で感じる人がいるんですよ。で、たまたまね、まあちょっとなんか長期休暇をとって、仕事休んで1ヶ月ぐらい、なんか地方とか行きたくなっちゃったな、北海道とか行こうかな、沖縄とか行こうかなとか言って本当に行ってて、 その間にドカーンって来るっていうのは結構そういう人いるんですよ。で、わあ、私たまたまなんか沖縄にいたけど、びっくりした。あの、なんかね、東京に行ったら大変なことになってた、怖い思いしてたっていうようなね、結論なんですよね。結果論なんですよね。で、これってよくある話なんですよ。だけど、それはね、まあよくあの、後からそういう結果になると、まあご先祖様に守られていたとかね。 神様に守られていた。まあ確かにそうなのかもしれないですね。そういうふうに表現する方もいっぱいいます。だけどおそらくね、なんか自分のなんか勘で何か働いたんですよね。そういうことってよくあるんですよ。で、ここに来て、だから勘が働いてる人いっぱいいるんですよ。あの、その証拠にね、まあ缶詰め、備蓄品、ものすごい勢いで売れています。あとはセカンドハウスですよね。 田舎の方に、まあ、50万とか100万ぐらいで、まあ、ちょっと結構ボロボロだったりね、昔の家だったり古かったりするんだけど、あの、手直しある程度すれば住める家たくさんあったんだけど、もうね、ガンガン買われてほぼないの。みんな買っちゃったんですよね。誰かが。ま、あ一人の人じゃないですよ、それはね。<laughs> いろんな人が個人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 で買ったんですけど、これはね、何の現象の現れかって言ったら、 何かが危ない、嫌な予感がするということなんですよね。まあ多分、あの人口が多いところに住んでらっしゃる方がメインだと思うんですよ。そうじゃないとね、あのそこに逃げ込むっていうか、避難する、逃げるっていう必要はないじゃないですか。だからね、東京とか大阪とか名古屋とかね、まあ神奈川県あたりとか埼玉県とか、まあ人口がちょっと多いところにいて、ね、 ああ、もうちょっと離れたところで100キロぐらい離れてるけれども、もしなんかあったらもう張ってでも歩いてでも、まあ100キロだったら何とか何日かかければいけんじゃないかなっていうところに買って、で、そこに備蓄品をいっぱい詰め込んで、まあ生活ある程度できる基盤を作っているっていう人が増えたんですよ。でもこれはね、いいことですよね。とっても。なぜかって言ったら、だって、もしね、あの、マンションアパートで、 都会にいてね、東京とかにいてね、ドカーンってなってしまって、ねあの、住むとこなくなっちゃったら、これ困っちゃうじゃないですか、うんだからねあの、移動しちゃってる人もいますよ、いっぱい、もうね、さっさとね、売っちゃって、マンションとかね、あの仕事も辞めちゃって、売っちゃって、もうポツンと一軒家みたいのをねあの買ったり借りたりして、そこに移り住んじゃってる人もいます。まあ、いいんじゃないですかね、えー、だって、命ほど大事なものないですよ。 これはね、だから今日の朝の8時59分のね、揺れも、うわあ来たーって思った人いたでしょう。で、もうこのまま大きくならないでお願いしますとか言って祈った人もいたと思いますよ。そんなもんですよね。だって人間の力は非力ですからね。非力ってのは、まあ力ないってことですよ。力及ばずですよ。大自然の前では本当、私も含めて非力だと思いますよね。本当にね、自然の力怖いですよ。 まあ、あのすごい恵みがある時もあれば、ね、恐ろしい被害をね及ぼすこともあるじゃないですかうん。だからね、やっぱり自分だけが大丈夫とか、まあ、あともうちょっと平気じゃないかなとかね、それって自分がいいように思ってるだけで、自然からしたら関係ないですからね、本当、小島よしおさんのそんなの関係ねえですよ、個人個人の意識とか、ね、意志とか関係ないんですよ。自然は みんな人間が一人もね、この地球からいなくなっても地球は回転してるし、草花は成長するし、花は毎年咲くんですよ。本当に。そんなの関係ねえなんですよ。人間だけが自分中心に思っているからね、あの、我々がいるからっていうふうに自分中心で捉えて考えているだけで、実は一番 環境にいいのは人間が一人もいなくなることなんですよね。だってそれが大自然にとっては、ね、あの、公害とかね、二酸化炭素の問題だとか、全部解決するんじゃないですか、それが。誰もいないんだから。ね、機械が動かない、車も走っていないじゃないですか。うん、なんだけど、やっぱり人間がそれを都合よくねじ曲げてね、あの、人間が生活する中で、いい環境をとか言ってるだけなんですよね。 本来はね、いるからおかしなことになっちゃうわけでしょうん、だけどまあまあ、しょうがないですね。そんなこと言ってもね。うん、で、大きい揺れですよ。日本はね。だって日本って火山列島ですからね。火山の上で我々は暮らしてるんですよ。北海道から沖縄までね。いつドカーンってなってもね、お山だドンが起きてもおかしくないし、あと大きい揺れがどこで起きてもおかしくないんですよ。 まあだからこうやって喋っている私の今真下が震源でね、深さ5キロぐらいで私が吹き飛ぶ場合もあるんですよ。いや本当に。いや本当ですよ。日本ってそういう場所なんですよ。だからいつ誰がどこでね、ドカーン、ドーンって言ったり、まあ揺れたりしてもおかしくないんですよ。巻き込まれてもね。うーん、これはね、でも重大なあのポイントっていうかね、 なんんか問題があるんですよねあのこれ本当に何回考えてもどうなんだろうってのありますよ。私ね、あの東京の生まれで育ちなんですけど、東京からね早々にして逃げちゃったんですよね、怖くて。なんかやっぱりあの大きい揺れで、最悪の揺れが来た時に、絶対に家だめだなと思ったんですよ。<laughs> まあ実家とかあるんだけど、まあ、ダメに決まってますよね。 だって東京の真ん中に立ってるわけですから、だからいや、こんなところで大きい揺れにあってね、で、調べれば調べるほど怖くなっちゃったんですよね。あの、1923年のね、9月1日にもありました。なんか大きい揺れがあって、ね、あっちこっち火が出ちゃってね、で、まあ、あの、なんだ、火災旋風っていうんですかね、竜巻ですよ。ね、ファイヤー竜巻ね。で、それが高さが200メートルぐらいで、 すさまじい速度で何十本もできてね、東京に。で、駆け巡って焼き尽くしたみたいなね、そういう記録を読んだんですよね。あと、あの、犬 h k でもそれをやってました、昔はね。あの、特集で。そういうのも見ましたよ。かじりつくようにね。ぶんあの、前はテレビ見したんですよ。ずいぶん昔はね。で、そういうのも見て。いやー、怖いなーと思ってねいや。これはやっぱり、東京脱出するしかないなと思って、 まあ、日本中、世界中、あっちこっちが始まったんですよ。で、あっちこっち行ってみたらねあの、東京にずっと住んでいたから、ああ、東京やっぱり便利でいいなと思ってたけどあの、大きな勘違いだったですね。あの決してあの、便利だから東京がいいっていうのはあの、大きな間違いだったことが分かったんですよ。便利ではなかったんですよね。便利だと思わせる仕組みがあるだけで。 コンビニが近いとかね、駅が近いとか。だけどそれってよく考えたら、あの、いきなり不便になるんですよ。例えば停電したらもう終わりじゃないですか。電車が止まっちゃったりね。で、いろんな、最近はね、いろんな事故があって電車が止まりやすいじゃないですか。そしたら人が多すぎて混乱がすごくて不便なんですよね。いや、本当に。 だからね、何かことが起きると、いきなり不便に転落しちゃうんですよ。これが怖いですね。だからそれも見てきて、いや、待て待て待て、不便じゃないかな、もしかしてっていうのはありましたね。だったら、なんかね、水がきれいに流れていて、その水を使って洗濯したりお風呂入ったりね。まあ、ちょっと浄水したら飲めたりね。で、まあ、井戸があって、汲んで、まあ、使って飲んだりね。 食べ物畑がちょっとあって何か植えれば春夏収穫がだんだんできたりとかなんかあの果物の木があってね毎年何もしなくてもそこに何か実がなったりとか花が咲いたりとかなんかそういう方がいいなと思ってで大きい揺れが来ても、まあ、どんな大きく揺れてもね大丈夫な平屋があっていやーそうやって昔の建物でそういう土地があってっていうところを、まあ、探して まあ見つけて、今そこにいるんですけど、いや、イギリスでもそういうとこだったんですよ。イギリスも怖いんでね、大きい揺れはなかったけれども、イギリスはね、人為的なね、ドカンドカンが結構あるんですよ、ロンドンとか。だから怖くてね、やっぱロンドンには住めなかったですね、なかなかね。郊外に住んでましたよ。世界中、だからいろいろ悩みはあるし、みんなリスクはあるんですよ。 ある、うん。だけど、東京のリスクは高いんですかねやっぱりね。うん。だからあ、やっぱりあの、用意が必要ですよ。あの、いる方はね。で、何にも用意しなくていいんだって言い張る人もいるんだけど、まあ、ここまで来てね、あの、今日もね、震度4で揺れて、何にも用意しなくていいんだって言えなくなってきてないですかいや、ほんとだんだんおかしいですよね。そう言ってる方が。やっぱりなんか用意してね、いざとなったら、 リックを背負ってね、移動できる用意ってしておいた方がいいですよね。食べ物詰めて、まあ、いろんなもの詰めてね。まあ、その中で、あのゴーグルと軍手と帽子、マスクは絶対入れとかないといけないんですよ。特にね、ゴーグル。ゴーグルがないと、前が見えないんですよね。あの粉塵とか煙とかで。だから大変な事態になった場合には、ゴーグルは本当に命を助けるんですよ。軍手もそう。 熱いものを触っても平気なようにね。うん、だからそれぐらいの、あの、本当用意をして、食料も詰めて、飲み物も水詰めて、ね、薬詰めて、いろんなもの詰めて、リュックセットして、いつでもそのリュックを背負って逃げられるようにね。もしかしたら1分1秒を争うかもしれないじゃないですか。わからないんですよ、本当に、うん。だからね、やっぱりそれを背負って、歩きやすい靴で逃げると。で まあ、徒歩で逃げるしかなくなるんじゃないですかね。うん。で、まあ、その食べ物があったり飲み物があれば、ちょっと一息つけるじゃないですか。そういうものをちゃんと用意しといた方がいいですよね。で、そこがまたあれですよね。あの、欲張ってね。あの、30キロも詰めて、あの、重たくて担げないとかね。そういう、なんかわけのわかんないことになるといけないので、ちゃんとあの自分で背負えるね。あの、重さにちゃんと調整して、 いやあ、これはこう、あんまり入れらんないなとかね。うん、これは必要だけどどうかなとか。まあ、考えながら、ちゃんと背負ってみてね。うん、これぐらいで、ちょっと重いけど、まあ大丈夫だなと。ね、10キロ、20キロ、これだったら歩けるなとか。また、あの、何キロか歩いて安全な場所に行ったら、まあ食べちゃえばいいんですから。食べたり飲んだりすればちょっと軽くなるじゃないですか。ね、だからそうやって。 うんまあ、これぐらいだったらギリギリ大丈夫かなっていうものをちゃんと考えて自分に必要なものですよね。だってコンタクトレンズしてる方はやっぱりコンタクトの替えとかね洗浄液とか必要でしょちょっと重たくなりますけどでもやっぱりそれがどうしても必要であればやっぱりそれを入れといた方がいいと思うんですよあらかじめ。あの大きい揺れが起きてからだと部屋の中もガッチャガチャになっちゃってそれを探してる間にね2発目3発目が起きて 終わってしまうってこともあるんですよ、本当に。だからそれはね、あんま良くないですよ。だからもう予備をもう買っておいて、入れておくんですよね、その中に。もうすぐにちょっと追加して、さっと閉じて、背負って、もう走って逃げれるような状態を作っておかないといけないと思いますね。まあ、そのためには本当にね、あの何が自分にとって必要なのか、あの薬とかもね、やっぱり飲まないと、いやいや、これ飲まないと私はダメなんだっていうのもあるかもしれないじゃないですか。 でそれもやっぱり、あそこにちゃんとあの入れておかないといけないですよね。まあ、薬屋さんでね、買えるんだったらいくらでも買えるんだけど、あのそういう薬だったらね、あと病院で診断書、処方箋が必要で、それを貯めておくって、なかなか裏技必要じゃないですか。あんまり YouTube とかうるさいか言えないですから、まあ、裏技を使ってね、まあ、貯めておくっていうのはいいと思いますよ、本当に。 うん。あのー、そうやって、まあ、リュックに詰めてね、あらゆるものを、あと小銭とかお金とかもね、入れて、まあ、逃げるしかないですね。移動しないといけない場合も出てきますよ。当然ね。まあ、それはあのー、どれぐらいの強さで揺れるか。あとは、まあ、火ですよね。が、どれぐらいの、あの、範囲で迫ってくるのかとか。 ねえ、なんか危険度をちゃんと情報をキャッチしながら判断しないといけない。まあでも大きいのが来てねいやこれはまずいだろうって言ったらもうさっさと一回逃げた方がいいと思いますよ。そのリュックを担いで。そうしないと間に合わないかもしれないですよね。本当に。うんだ、それはね、あの自分の判断力、判断の速さになりますよね。まあとにかくいろんなことが起きます。2024年、ただ事じゃないですよ。こうやって、 じわじわと近づいてくるんですよ。で、いきなり来ますから、んだからね、これはね、まあ、あの毎回ね、私、あのホルムズ海駅を封鎖されると叫んでる人間なんですけど、おそらく世界で一番叫んでますよね。た多分そうだと思うんですよ。これほどホルムズ海駅が封鎖されるってね、毎日何回も言ってる人間、多分いないと思うんですよ。世界中ずっと前から言ってますから。 もう何ヶ月も経ちますよね。で、最初はね、やっぱりそんなことあるわけないって、まあ、あの、罵声を浴びせられてましたよ。おかしいんじゃないのかとかね。狂ってるとかね。で、そうやって言ってる間にね、あの、バブル・マンデブ海峡が封鎖されたんですよ。で、おぉ、来た来た来たとか言ってる人いっぱいになって、まあ今ではね、やっぱり封鎖されそうだから、 これは大変だから用意しとかなきゃいけないっていう人が増えましたよ。も、ま、う、あ、いいことだと思いますよ。だって封殺されるんだもん。<laughs> ね、このまんま。本当ですよ。<laughs> いや、だから、あの、これは本当にね、用意しとくかしとかないかで全然違うんですよ。今、だからどんどん、あの、バフェロマンデブ海峡のね、影響が出てきちゃって、あらゆるものがなくなってきてるんですよ、今。すごい勢いで。金属的な製品とか原材料とか、もう軒並みないですしね。 大阪万博に持って行っちゃってるっていうのもあるんですけど、そのほかに、やっぱりバブル・マンデブ海峡の影響あるんですよ。だから生産力落ちてるとかね、いろんなことあって、もうかなりね、あの量が減ってます。入ってきてる量が。で、それはね、薬もそうなの。だから金属関係とか薬とか、またプラスチック関係とか、あいろんなものがあの、本当に一度にね、ガンガン減ってるんですよ。これ一大事ですよ、だけど、本当に。 用意しないとね、このまんま続いて、プラスホルムズ海峡を行っちゃいますから、もう、どうにもなんなくなっちゃいますよん。だからこれはちゃんと用意しとかないといけない。もうすぐ、あの、近未来の話ですからね。で、それに付け加えて、今日の8時59分の揺れですよ。これはもう、とどめさすんじゃないかっていう感じで、ね、怖いじゃないですか。だから、 いや、これ、とどめ刺されるような感じはしますよね。でも、これ、あの、東京に限ったことじゃないんですよ。大阪もそうかもしれないし、まあ、関西一円そうかもしれないしね。南海トラフかもしれないじゃないですか。わかんないですよ、どこか。あの、あとは、あの、せ、ね、あの、まあ、ずっと言ってますけど、あの、言えないんですよ。名前、これ名前がね、その山の名前言っただけでダメなんですよ。 あの、警告を食らっちゃうんですけど、わけはわかんないですよね。あの、3776メートルの山なんですけどね。あれがドーンって、お山だドーンなるかもしれないじゃないですか。あの周辺住んでる人は、すぐ避難しないといけないですよね。うん、だから、あれも、だって、間もなくドーンなるよって、国が言ってるんですよ。国が。あの、これはね、私個人がね、あの、叫んでるだけじゃなくて、国が言ってるし、 やっぱりね、あの、首都圏直下だってね、国が危ないよって言ってるんですよ。だからこれは危ないんですよ。ね誰かが勝手に何か妄想で言ってるわけではないんですよ、本当に。これ科学的な裏付けがあって、みんなが言ってるんですよ、専門家もね。そろそろ危ないんだよと。だったら備えておく必要ってあるじゃないですか。みんな国も政府もね、国土地理院も、そろそろ危ないんだよって言ってるのよね、気象庁もね。 なのに、いや、そんなの関係ねえって、それ、パンツ一丁でそれはいいですよ。それはね、サ寒空の中ね。小島よ,そよしおさん頑張ってるよね。そんなの関係ねえ。元気でね、頑張ってますよ。素晴らしいと思いますよね,ね。だけど、この大きい揺れに関してね、用意しなきゃいけませんよっていうことを、そんなの関係ねえって、それダメだと思いますよ。それ関係あるからね。関係あるんですよ。 ねえ、だから用意して、ね、万全の体制をとって、いつ何が起きても大丈夫なようにね、もういろんな方面からの影響に耐えられるように用意をしていく、準備していくっていうのは大事だと思いますね。まあちょっと気合い入れて頑張って用意していきましょう。これもうね、あの本当に個人個人で用意して立ち向かっていくしかないので、これ他の方法っていうのがないんですよ。逃げることもできないしね。 あの、もう未然に防ぐことなんか人間にはできないですから、うん。だからね、全部大きい力が働いてるわけですよ。それが自然なのか人為的なのかの違いでね、ホルムズ海峡はもちろん人為的ですよね。いろんな思惑があって封鎖されるんですけども、まあ、またそれは後ほどね、ホルムズ海峡封鎖の動画で、今日も後ほどアップしますの <laughs> で、そちらの方でご覧になっていただければと思いますけれども、とりあえず大きな揺れにね、 注意していただければと思います。用意して乗り切っていきましょう。2024年はね、こんな感じで大変なことの連発なんですよ。でも、一つずつね、一つずつ不安がらないで焦らずに乗り切っていかないといけないですね。頑張って乗り切っていきましょう。応援してますから頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。